はね、中国自動車道を西に向かって走ってるんですけれども、今回は、サロンカーなにわっていう列車を撮影するために、撮影する場所に向かってます。サロンカーなにわをね、こうやって撮影するっていうのはね、本当に久しぶりで、だいたいああいう、ね、団体貸し切り列車っていうのは土日とか祝日とかにしか走らないんで、僕は休みの日が平日だけなんでね、めったにこんな風に撮影に出かけるってことがもう最近なくて、こんな風にねサロンカーなにわを撮影しに行くのは 何十年ぶりぐらいじゃないかと思うんですね。本当に久しぶりでね、ちょっと緊張してます。で、今回はね、木曜日と金曜日に運転されるすごく珍しいケースで、平日のね、平日が休みの僕も堂々と撮影に行くことができてね、めちゃめちゃ嬉しいんですけどね。なんでね、今回は平日に運転されるかっていうと、噂によると迷惑取り鉄がね、大勢押しかけてくるのをやめさせるっていうか、こう阻止するためになんか平日に運行することになったっていうふうに聞いたんですけども、どうでしょうね、本当ですかね。まあ僕にとってはすごくありがたいんでね、明日一日頑張ってね撮影しようと思います。で、明日はね、何箇所かでね撮影できるんですよね。途中で結構長い間停車する駅とかがあって、その間に車でね先回りして撮影することができると思うんですね。あんまり無理しないでも追いつくような感じなんで、のんびりね、あんまり欲張らずに撮影しようと思ってます。ところでサロンカーなにわっていう車両列車をご存知ですかね。鉄オタとかの間ではめちゃめちゃ有名でね、すごくみんな大好きな客車っていうかね、団体専用列車なんですけど、欧風客車っていう風に言われてます。で、改造されてね、もともとは一般の座席車だったのを改造して欧風客車って言って、全車グリーン車指定席で、一番後ろにね、一車両丸々ラウンジカーみたいな、展望車とラウンジカーみたいなのになっててね、誰でもそこでくつろげるようになってるっていうね、すごくなんかいい列車なんですね。できたのはね、1980年代の中頃だったかな。日本国有鉄とね、JR になる前のね、国鉄の晩年ですね、国鉄から JR になる少し前に、東京と大阪に1列車ずつこういう欧風客車っていうのができたんですね。東京は国鉄時代はね、鉄道管理局っていうふうに分かれてるんですね。今例えば JR 西日本の大阪本社ね、本社とか天王寺支社とか福知山支社とかね、支社っていうふうに区分されてるのは、国鉄時代はね鉄道管理局っていうふうに区分けされてたんですね。で、大阪鉄道管理局がサロンカーなにわっていう車両で、東京南鉄道管理局からはサロンエクスプレス東京といって、同じ座席車、同じタイプの、ね、座席車を改造したやつで、1本ずつ作られたんですね。で、サロンエクスプレス東京っていうのは7両編成でね、全部個室だった、コンパートメントだったんですよ。6人ずつの部屋だったかな。全部区分けされててね、で、サロンカーなにわと同じようにね、一番後ろの車両だけがフリースペースっていうか
カウンターがついてて、あのちょっとした軽食とかが食べれるようになっててね、あのすごいロビーみたいな感じで、ね、あの一回乗ってみたかったんですけど、ね、結局ちょっとそれには乗れなかったんですけども、あのすごくあっちもいい車両で、でこっちはなんか三温館の庭っていうのが東京とは対照的にね、あの全部開放的、あ開放式っていうのかな、あの全て座席車で、あの横3列の、ね、グリーン車の座席がずっと並んでるような感じだったんですよ。で、あのできた時はね、あのなんで東京が全部コンパートメントなのに大阪はコンパートメントじゃないんだよとか、名前がね、あっちはなんかサロンエクスプレス東京っていう風にね、ちょっとかっこいい、なんかこじゃれた名前だったんですけどね、こっちはね、なんかサロンカーなりわって言って、なんかちょっとね、どういうんかな、なんかダサいっていうか、あの、まあ、僕個人的にはすごい大好きな名前だったんですけども、なんかね、ちょっとこう、不満っていうかね、そういうのがね、ちょっとあったような気がしますね。スタイルもね、サロンエクスプレス東京の方がね、展望室の部分が斜めにね、こうカットされててね、ちょっとスマートだったんですけどね、サロンカーなにわっていうのがね、昔の特急ツバメとか鳩に繋がれてた一等展望車っていうのがあったんですよね。それをモチーフにしたようなデザインでね、すごくシックでね、かっこいいっていうか、ね、僕はすごく大好きな形で、今でもね、すごい大好きなんですけどね。で、その2列車を皮切りに、それ以降ね、バブル時代に入っていくんですね。で、各鉄道管理局がね、こぞってね、そういう特別なね、往復客車っていうのを作り出してね、次にできたのがね、名古屋鉄道管理局からね、ユーロライナーっていう車両が、ね、できたんです。やっぱり7両で、座席車を改造して作った往復客車、団体専用の、ね、往復客車なんですけども、名古屋のユーロライナーっていうのはね、東京のサロンエクスプレス東京と大阪のサロンカーなにわのいい面をね、取ったっていうかね、個室と座席車と両方作ったんですよ。で、個室っていうのもね、なんかサロンエクスプレス東京のソファータイプの座席とは違ってね、寝台列車のね、B 寝台のようなね、まあ車内で、ね、そこで寝ようと思えばね、寝れるようなね感じの個室だったかな。で、座席車はね、サロンカーなにわと同じようにね、横3列のね、グリーン車の座席が並んでて、で、展望車もね、両側についてね、一番、その2つの列車と、サロンエクスプレス東京とサロンカーなにわとの違いは、ちょうど中間車にカフェカーっていうのがね、ついてたんですね。フリースペースもね、誰もが利用できるようなカフェになって、結構おしゃれなね、感じで、カジュアルな感じに。外見はね、白いボディに濃い青いラインが入ってて、ね、外見もすごくスマートだったんですけどね。で、名古屋のユーロライナーっていうのは団体専用だけじゃなくてね、結構臨時列車とか季節列車とかにも使われててね、緑の窓口で切符が売れてて、誰でも自由にね乗れるチャンスっていうのも多かったんですけどね。まあ、グリーン車なんでね、当時僕もね、そんなに金持ちじゃなかった、まあ、今でもそんな金持ちじゃないんですけど、まあ、あんまりお金がなかったんでね、ちょっと乗ることができなくて、今思えばね、もっとね、乗っとけばよかったなってね、ちょっと後悔してるんですけどね。で、その後にね、岡山鉄道管理局から悠々サロン岡山っていう往復客車がね、できたんですよ。それはね、6両編成で、サロンカーなにわのように1両まるまるフリースペースっていうのはなかったんですけども、やっぱり両側にね、展望車があって、で他はね、全部座席車で、サロンカーなにわと同じような横3列の座席が並んでるような感じだったんですけどね、これも割とね、結構人気で、
ろいろね全国走っててたくさん撮影もしましたね。それからね、あと九州からねパノラマライナーサザンクロスっていうね車体真っ赤なボディにねスマートな展望車がついたね結構おしゃれなね航空客車が登場したので、あとは東京南鉄道管理局がサロンエクスプレス東京っていうのを作ったんですけど、東京北鉄道管理局っていうのもねあったんですね。南が東京駅から西側を管理するエリア、対する東京北鉄道管理局っていうのは上野駅から東北方面に向けて管轄するような区分けがされてたんですけど、そこからね何ていうのねちょっとど忘れしちゃったかな、レインボー、あそうそう、スーパーエクスプレスレインボーっていうね白いボディにね赤いこう斜めのラインが入ってて、紅白のねすごくこうおしゃれな感じのね航空客車で、これもすごく人気で何回かね撮影したことがあります。あとね航空客車じゃなかったんですけどね、大阪鉄道管理局がね和風列車みやびっていうのをね作ったんですよ。それがねどんな車両かっていうとね、サロンカーなにわと同じ種車っていうのはね改造する元の車両のことを種車って言うんですけど、サロンカーなにわと同じタイプの客車をね7両改造して、掘りこたつのねお座敷列車っていうのかな、そういうのにして、車内もう展望車はねなかったんですけどね、一番真ん中の車両がフリースペースになっていてね、日本庭園がね作られたんですよ。玉砂利がね引いてあってね、赤い毛線のねなんていうのかな、よく茶店なんかにあるような座るのね、ちょっと名前忘れたけど、あと石灯籠とかがあってね結構こう和風な感じのすごくこうまあ、画期的で、車内に、ね、日本庭園がある列車なんてね、本当当時画期的で、で、あとね、一般の客室もね、京都の二条城の建物の中をイメージしたようなね、作りですごくね、豪華で、かといってね、その派手じゃなくてね、なんか落ち着いた雰囲気のね、バック列車でね。見た目、外観もね、白いボディにね、濃い茶色のラインが入っててね、なんか日本のね、白壁をイメージしたような感じで、ね、すごくこう、日本の風景にね、マッチするようなね、デザインでね、これもね、僕すごく好きだったんですけどね、なんとね、その車両がね、1年ぐらいだったかな、できて、活動をしてね、1年ぐらい経ってからね、遭難してね、鉄橋からね、全部突風に飛ばされてね遭難しちゃったんで、全部ね廃車になっちゃったんですよ。すごくそれが残念でね、ねもっとたくさんね撮影もしていつか乗ってみたいなと思ってた車両だったんですけどね、みやびっていうのがね本当ねすごく華やかに登場したんですけども、すぐにねなくなってしまった。その後に作られたのがね、和風客車アスカっていう車両ができたんですけどね、種車がね、ミヤビとかサロンカーなにわが特急型の客車なのに対してね、アスカっていうのはね、急行型の客車から改造されたんですね。もう特急型の客車を失っちゃったんでね、もうそれ以上ちょっとその特急型の客車を改造することがまあできなかったんでしょうね。それで急行型の客車を頑張って改造してね、結構両側に展望車がね今度はついてね、真ん中にはね7両編成だったんですけど、一番真ん中の編成がね1段床が高くなっててね、窓がねこう大きくて天井までこう湾曲してこう伸びていたようなね、すごく大きな窓があるフリースペースのね、結構豪華なね客車ができたんですけど、
ぱりね、みやびに比べたらちょっと僕個人的にはちょっと劣るかなっていう感じだったんですけど、まあ、それも結構ね人気で割と後年まで活躍したんですけども、今はねもうなくなってしまって、あ、そうそう、それで、まあ、バブルの時にねそうやってすごくたくさん の団体専用の特別列車、まあ、当時はねジョイフルトレインっていう風にね呼ばれてたんですけども、もう本当にたくさんのジョイフルトレインができたんですけど、まあ、バブルがねあれして需要がね、だんだん減っちゃったんですね。というのも、それまではね、社員旅行とかの需要がたくさんあったんですね。もう、ね、信用金庫の貸し切りですとか、ね、企業がもう丸々列車を借り切ってこう旅行に行くとかっていう風な需要がね、すごくあったんですね。あと農協とかもあったかな。ね、そういう風な需要がね、ガタッとなくなってね、そういった列車がね活躍する機会っていうのが、すごく少なくなったんでね。それからねたくさんできたジョイフルトレインもね徐々にねなくなっていって、最後はね本当に数えるほどぐらいにしか残ってなくて、佐野川何屋とね同時期にできた佐野エクスプレス東京も後年はねやっぱり個室っていうのがねちょっと使い勝手が 悪かったのかわからないけど、サロンカーの部分、ラウンジカーの部分はそのままの状態だったんですけど、あとのコンパートメントだった部分はね、お座敷にね、改造されてね、最後はこう活躍してたような記憶してます。で、アスカっていうのはね、めったに走らなくなったんですよね、バブルが あれして、需要がなくなったんで、本当ね、走る機会がね、少なくなっちゃったんでね。その分なんか1回走るとねなんかすごい撮り鉄がね集まってね、もう中にはすごいこう線路内に入っちゃったりして、こうダイヤが乱れさせちゃったりね、そういう問題とかが起こって、なんかこうアスカっていうのはもうそういうなんかね迷惑列車みたいな感じになっちゃって、で最後はねやっぱり そんな感じでねちょっと引退してしまったんでね、ちょっとそれがすごくちょっとかわいそうな列車かなだったかなっていうふうに思ってます。でね結局ねその本当にたくさんあったねジョイフルトレインの中でね唯一最後まで残ったのがね明日撮影するねサロンカーなにわなんですよ。もうねこのサロンカーなにわもう改造して誕生してからね今年でね40周年だそうです。でこの年末にかけてもねなんか40周年記念号とかのねいろいろこうイベント列車とか記念列車なんかもね運転が予定されてるようなんですけどね、まあ、今回は兵庫県のなんかキャンペーンのになんかこう、どういうかなキャンペーンにこう一環として運転される列車で、名前がね兵庫何だったかな、兵庫テレワーク号、いや違う、ちょっと忘れちゃったのな、テレ兵庫、まあ、ちょっと後でちょっと調べます、ごめんなさい、ちょっとねちょっとど忘れしてしまって忘れちゃったんですけど、なんとか旅号っていう名前だったかな、兵庫テレロワール旅号、そんな名前だったか、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。そんなね列車でね、だから姫路からお客さんを乗せてね万丹線っていう線を走るんですね。まあ、で和田山っていうところから山陰本線に入って最終的にはね浜坂っていうところまで走るんですね。で途中のなんか停車駅では地元の方々とかが産地の特産物とかそういうものをね販売したり直売したものを買うようなこともできるみたいですね。でそのテレロワールとかそれを明日撮影する予定。